はい、皆さんこんばんは。2018年、4月の23日、0時5分です。よろしくお願いします。コラボイベントが終わって久々の、狐枠です。よろしく。さて、やりますか。今回はアンチのコラボとつまちやります。よろしく。ハートありがとう。おはよう。はい、ワドツー。おはようございます。みんなありがとう。声聞こえる？大丈夫。ちょっと画質は悪いんだけどね、コラボ枠は。こればっかりはしょうがない。はい、ワドツー。なんなんだろうね、アンチのあの粘着質な感じ。気持ち悪いよね、はっきり言って。はい、よ、どっち。徹底的に聞いてみようよ。撮影やってきたよ。撮影終わった。すごい良かったね。はい、こんばんは。いや、プロのカメラマンに撮ってもらうのすげえかっこいいのできたよ。みんなびっくりすると思うよ。芸能人みたいな写真が出来上がるよ。いや、腕がいいとね、モデルも映えるんだよ。見せる見せる。明日現像してデータでもらえるから、明後日ぐらいの枠、明日の枠か明後日の枠で、見せることができるから。で、50枚ぐらい撮った中で1枚だけかっこいいの、なんか選んで、なんかこう、ツイッターフォローしてくれてるリスナーさん限定で配ろうかなと思ってる。タバコね、ヘビースモーカーなんだよね。ヘビーっていうかもう、チェーンスモーカーだよね。これ体悪くするからね、控えないとね。よくないよね。そうかな。ここ剃って、本当はね、剃って整えてたらね、俺が間違ってギってね、剃っちゃったから、もう全部なくしたんだよ。カメラでしょ。カメラマンの腕だね。カメラが良くて撮影技術を持ってるから、モデルがこんな寄り目のヘッポコでもかっこよく撮れるんだよ。オタマーとランキング何位だろう。12位か。12位か。なんで狐枠にしたの？最近やってなかったからね。オタマーとの企画で3日間ぐらいできてなかったから、狐にした。セゴロはもう2ヶ月だね。もうすぐだよ。アメスピうまいね。いや、普通のタバコより大丈夫とかないと思うよ。赤靴かっこよかったね。プレゼントだね。俺、コンバースのオールスター、ガキの頃から履いてて、最近また手に入れるようになったから、買えるようになったから買ったんだけど、なんかもうボロボロで、それでも。プレゼントしてもらったね。匿名だね、完全な。誰が誰だか全然わかんない。だから番号は、18号っていうのは変わらないから。だから、18号がどういうコメント書いてるかっていうのは覚えることができるけど。画質下げたんじゃなくてコラボ機能って言って、他の配信者とコラボするときの機能だから画質が下がっちゃう。音質と画質が下がるんだよね。これはしょうがない。コラボ枠は最大6人まで同時に配信できるから。
あ、ごめん、184って書いちゃうと、NG コメントになっちゃうから、そうそうそう、嫌よみたいな感じ。ニコ生の嫌よだね。嫌よオンリーみたいな。こら、ワド、この野郎。何？何？こら、アンチだ。こら、ワ何？ド、ワド、アンチだぞ。こら、アンチだぞ。キツネ23号だぞ。ワド、ワド、キツネ23号だぞ。かかってこい。ああ、声聞こえる？音声映像問題ないかな？何の話だっけ？何の話だっけ？ひげは、ここだけ剃ったね。ここ剃った。直樹兄さん強い。相手が強いかどうか関係ないかんね、格闘技だわ。相手が強いかどうかにあんまり関心がない。俺が強いかどうかでしょ。相手が強かろうが何だろうが、自分を鍛えるだけだから。いやー、人って5秒で印象つくって、本当だよ。うん。最初の印象って拭うことってあんまりできないんだよ。だから最初の印象を良くするかどうかすごい大事だ。大事。脇毛処理した方がいい。男で脇毛って処理するもんなの？女もんじゃないの？脇毛って処理した方がいいのかな？こんなもんじゃないの。いや、向こうが勝手に抜けてったわ。俺が落としたんじゃないよ。向こうが勝手に抜けた。これからマイケル・サンデル読んだよ。うん。ハーバード白熱教室でしょ。これから正義の話をしよう。読んだ読んだ。第一印象大事だよ。いや、俺はコラボ落としてないよ。落とすときは落としますって言うから。ん。だからあんな子供とさ、話すことなんか何もないよ。何が言いたいのか全然わかんないよ。あれは俺の問題じゃないでしょ。誰も料理できないの。腐った素材は誰も料理できない。いや、知らない。ブロックするって言ってたからブロックしたんじゃないの。もう来なくていいよ。そう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 。アウェーの空気に アウェーの空気に 自分に負けたんでしょ、誠は。シルバーやめてないよ。続けてる。やめるつもりないよ、全然。子供の頃からね、やりたいことの一つだったから、やっと掴んだチャンスをね、自ら放棄しないでしょ。やるよ。アイワードつ、まあ、今はね、捨て頃とか、すげえ忙しくて、最近いろいろやることがあって、配信外で打ち合わせとかさ、ミーティングとか。だから、最近はやってないね。なんかね、逮捕されるね。あ、
アゴヒゲは剃るつもりないね。サノに絡んでって、俺サノに絡んでねえけど。うん。いつの話してんの？いや、過疎も何もないでしょ、別に。なんか人数が多かったらどうとか、あんまり考えてないから。うん、別に、面白い人は面白い人で、いっぱい埋もれてるよ。旅やめたね。うん。花火が上がるまでミュート配信？いいよ。じゃあ花火が上がるまでミュートします。花火ありがとう。早かったな。早っ。じゃあ雑談します。はいや。やだっつって、和道の声聞きたいって。かわいいかよ。水増しやってないよ。うん、水増し全然やってないよ。やり方わかんないもん。いや、水増しなんかやっても意味ないかんね。うん、でも別にカッコつけてないけど、普通に配信やってるけど。ああ、ツイッターの、いや、今のところ仕入れてはないかな。面白かったら話すよ。いや、この前の絶対笑ってはいけないコンビニは結構面白かったと思うんだけど。コンドームマンは今忙しいんだ。あれは半年に1回ぐらい出し惜しみするコンテンツだから。YouTube に動画あるからそれ見て。どうなんだろうね。いや、水増しやりたい人はやればいいんじゃん。俺はなんか性に合わないから水増しはやらないけど。いや、タイムシフトにあるよ。笑ってはいけないコンビニって。すかしてないよ、別に。あと、アイテムない。何言ってるかわかんない。本当にあったキモい話。なんだろう、キモいなって思ったのはなんだろう。人とあんま関わってないかな。本当にあったキモい話、なんだろうな。キモい。いや、別に機嫌悪くないよ。機嫌いいよ。アホな配信者？てか配信者なんかアホばっかりだからな。全員どっか頭のネジ飛んでるやつばっかりじゃん。俺無職だよ。うん。働きたくないもん。ああ、
偉いかどうかは分かんないけど、なんか人様の評価基準ってあんまり気にならないね。偉いとか偉くないとか、なんで人に言われないといけないんだろうっていう、それ子供の頃から疑問で、なんかお前が好きか嫌いかなだけなんじゃないのみたいな。なんで偉いとか上から目線なんだろう。別にパチンコを好きでやってる人はやればいいじゃんっていう、俺が合ってないだけで。いや、飯は自分で食ってるけど、いや、いいか悪いかっていうか、好きか嫌いかでしょ。偉いとか別にないと思うよ。偉い人間なんて見たことないよ俺。偉いやつなんかいないから。偉そうなやつはいっぱいいるけどね、偉いやつは人間でいないと思うよ。自炊もたまにするよ。昨日はアンチョビーとたらことエビのペ、エビのパスタ作ったね。配信業じゃないの、以前は配信で仕事してるから無職じゃないって言った。尻滅裂。まあまあいいじゃん、どっちでも。めんどくせえから揚げ足処理とか、もう無職でいいや。だってね、配信業だっつったらさ、こんなの仕事じゃねえってみんな言うんだもん。だから無職でいいじゃん、なんでもいいよ、困らないから俺は。作ったらアップして。やだよ、めんどくさい。いや、アンチョビ美味しくない？俺結構アンチョビ好きだけどね。あ、まあ当選俺はすると思ってるね。当選した方がアンチはいいと思ってるから。当選してからの逮捕とか、もう公人になったらやりたい放題だからね。当選した方が面白いんだよ。本人当選する気なんかないから。あの、落ちるっていう台本なんだよ。当選した方が面白いよ。マガプレゼントありがとう。イケメンなんか気取ってないけど俺、普通にしてるだけだよ。あなたがイケメンだと思ってるだけでしょ。ほっといて。アンチョビうまいよね。政界進出？俺が政治家？俺がやりたいかどうかじゃなくて、政治家っていうのは担がれた人がやるべきだと思ってるから、もし俺のこと政治家にしたかったら担いでよ。美味しいよね、アンチョビ。塩っ気がたまらないよね。選挙俺大嫌い。いや、担ぐってだから選挙資金出してスタッフ20〜30人用意してバックアップすりゃいいんじゃないの、マニフェスト書いて。それがまあ一般的な政治のやり方だからね。ポロシャツは好きじゃねえな。よく子供の頃着せられてたんだけど、ラコステのポロシャツとかよく着てたけど嫌いだったな。母親がポロシャツやったら着せるんだよな。あ、ポロシャツ嫌いだわ、苦手。
なんで NHK と関係ないもん、俺。立花さんのところの、あんなの政治家がやることじゃないでしょ。あんなどうでもいいことだと思ってるもん。そう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 。45号さんのイメージが、俺は、なんか一番理想的な聞き方だと思ってるね。そう。みどりさんは落選すると思って出てるから、ネタだと思って出てんのよ。当選させた方が面白くなると思ってるね。いやー苦手だね、俺は。ポロシャツ。なんか、ポロシャツばっかり着せられてたから、なんか、かっこ悪いなーと思ってたね。清潔感は出るよね。襟がついてるし、かわいい感じが出て。かっこよくないじゃん。マスコミ速攻叩かれるだろうね。なんでムカつくの？かっこいいじゃん。なんでムカつくのかな。わかるよ。ポロシャツは襟が苦手ってわけじゃないんだけど、素材があんまり好きじゃないし、なんかかっこよくないじゃん。かっこいいのが好きだから、かっこ悪いの嫌いなんだよね。なんかこう、お坊ちゃんみたいなさ、嫌なんだよね。合わない。彼女よく寝るね。今も寝てるよ。俺もう少ししたら寝るけど。あるよ、メガネあるよ。メガネ変える？コメント読みづらくなるからな。こっちでいいや、今日は。あれはすごかったな。いや、未将軍のあの肌色のタオル地のポロシャツは衝撃だったよね。もう肌色のポロシャツでも笑うし、タオル地のポロシャツでもさ、どっちでも笑うのに、タオル地の肌色のポロシャツだよ。ポーカーで言ったらスリーカードだからね、なかなか強い手だからね。すげえよな。ハートありがとう。彼女はそうだね、結婚したいって思ってないね。うん、言ってこないね。では別に彼女困ってないから。これ無印。無印ですね。スカイプ凸ってコラボ枠だからコラボ上がれるよ。コラボボタンを押したらすぐできるよ。スカイプわざわざ起動する必要ないよ。風船ありがとう。眠いなら寝れば、だって今日の給料3000円だから食っていけないもん。あと7000円は稼がないと。最低でも。あ、でも花火一発上がってるから、いくらだ？最低でもあと6500円。S アカと絡んだこと2回あるかな。うん。柏木とカラオケやってる時にリア突してカラオケ一緒に歌ったかな。
エセアカはね、ニコ生の頃めちゃめちゃ面白かったけどね。完全終了だもんね。まあまあ、いつ廃れるかどうかわかんないよ。配信者なんか見る人がいなくなったら終わりだからね。喧嘩とつまちは別にしてないかな。タイトルの通り。アンチの話を聞いてみたいっていう。俺のアンチがなんで嫌いなのかとか、何が、その、どうしてどう嫌いなのかとかを聞いてみたい感じだね。あ、ツイキャスでも人集めてたんだ。じゃあ人集まるところでね、活動した方がいいんじゃないかな。ああ、まあ、米ゼロとかザラだよね。アイテムひたすら待ってるだけだからな、S 赤。これ、ボクシングシューズ。リスナーさんから送っていただいた、捨て頃の試合で履くボクシングシューズだね。なんか、モハメド・アリとかが履いてたブランドらしい。イギリスのロンドンだって書いてあるね。かっこいいよね。センスいいよね。めちゃめちゃかっこいいよ。ありがたいよね。ライオンのマークが入ってるね。いいよね。かっこいいよね。ライオン。ロンズ誰？ロンズ誰？1円もあげたくないって、あげなきゃいいじゃん。あげてないんでしょ。いや、リスナーさんからプレゼント。ね、センスいいよね。カシアス・クレイ。アメリカの時の名前だね。そう、黒、白、黒、赤だから、俺は。コンバースの次の日に届いた。誰ってカシアス・クレイとかモハメド・アリー。モハメド・アリーの前の名前がカシアス・クレイだよ。で、イスラム教になった時にモハメド・アリーっていうイスラム教の名前に変えたんだよ。めちゃめちゃかっこいいよね。支援するリスナーどんだけバカなのかなって、それさ、よく言ってるんだけど、支援しないやつの方が絶対バカなんだよ。放送を見てて。なんでかわかる。支援する人の方がバカじゃないんだよ。俺なんでかっていうと、配信やって数万人のリスナーさんとさ、こう、やりとりしてるからわかるんだけど、たかだか配信者ごときに支援をするぐらい余裕のあるライフスタイルを送ってるわけよ。っていうことは、金銭的な余裕とか時間的な余裕とか心の余裕っていうのを持ってる人の。で、そんなのアイテム投げてるのを見たらバカでもわかるはずなのに、それすらも理解できないバカが支援するのってバカだねって言ってるのよ。俺は客観的に見てどっちがバカかっつったら、支援してない方がバカだと思う。支援してる人の方が成功してる人が多いね。風船ありがとう。グローブとセットみたいなね。そうそうそう。イメージカラーだから。だって俺詐欺師じゃないもん。すごい詭弁。すごい詭弁かな。風船ありがとう。物もらってバカって言えないどころか、俺は花火とかで生活してるわけだから、支援者さんを悪く言うつもりはあんまりないけど。なんでかっていうと、俺の飯を食わせてる人たちだからスポンサーなんだよ。で、スポンサーのことを悪く言うバカいないよね。いや、投げたいところに投げればいいんじゃないの。俺に投げてもいいし、赤信号に投げてもいいし、誰に投げても自由じゃないの。
金持ちって無駄金使わないらしいよ。使わないだろうね。和道に投げるのが無駄じゃないっていう判断をしてくれてるわけだから。余裕がないと支援できないもんね。生活水準高くないと。相当高い人多いよ。ていうかね、みんなね、自分とかニート基準で考えるからそういう発想になるんだよ。世の中にはぶっ飛んだ金持ちとかぶっ飛んだ成功した人っているのね。みんなにとっての100万円が、みんなにとっての100万円の価値を、3億持ってる人の100万円の価値って全然違うじゃん。わかる？だから同じ100万円でも、その100万円をどう捉えるのかっていうのは人によるんだよ。あのね、わかった。詭弁をきちんと認めるのは、なんだかんだって言ってるけど、配信者が言ってる、全配信者が全部詭弁だから。多分、今、フワッチに378人いるけど、まともなやつなんか一人もいないよ。カメラ回してみんな詭弁を言い合ってる、詭弁ゲームだから、これ。そう思わない？ まともなやつは配信まずつけねえから。履歴書を書くのが嫌だから俺はこの職業を選んだと思ってるから。履歴書書きたくなくて、やっと書かなくていい生活が待ってるのに、なんで 履歴書書かせようとするのかわかんないな。履歴書に書かないし、買うことはないよ。履歴書は書きたくないっすね。めんどくさいっす。いや、配信者すべてが毎日ずーっと詭弁だよ。それはツイキャスだろうが何だろうが全部そうだよ。いいんじゃない？俺も暇だから配信やってる感じだから。てか人生全部暇つぶしだと思ってるから、俺は。和同基金設立すべき。いや、花火投げるってそういうことだと思うけど。いやー、どうだろうね。シルバー職人、配信サイトなくなったら、全部の配信サイトが日本からなくなるっていうのを想定してないかな。まあ、おそらく10年ぐらい先じゃないの、そういうのは。トレーニング再開したね。なあ、どっかしらの配信サイトでやればいいと思ってるけど。あ、支援してくれんのありがとう。アイテムね、チップ代わりに投げてもらえると嬉しいですね。そうだね。頭いいよね。医学生、医大生。まあ、医大に入れないかな、俺は。すごいと思うよ。すごいね。相当頭いいんだろうね。いろいろあって飲みすぎました。ああ、ルサルクさんかな。あ、俺、器用貧乏だよ。昔から言われてたもん。何でも、微妙に、うまいんだか下手なんだか微妙にできるよねって。ハートありがとう。いや、理解しなくていいんじゃないの？なんなの、その、俺は理解できないアピール。別に理解する必要なくない？理解したいのなら説明するけど、説明も受け入れる気ないでしょ。黙ってなよ。バカバカしいよ。投げる人は投げるし、投げない人は投げない。ただそれだけだよ。要はベジタリアンがなんで肉食うのって言ってんのと一緒だから。受け入れる気ないでしょ。ハートありがとう。どうも、亀です。先日は助けていただきありがとうございます。あ、いいよ。気にしないで、亀。俺は困った亀見つけたら助けるようにしてるから。別にね。君だけを助けようと思ってるわけじゃないの。困ってる亀。横断歩道を渡れない荷物を背負った亀。いろいろな亀に出会ってきたけど、俺は今まで出会ってきた全ての亀を助けてきたつもりだから。俺にとって当たり前なんだ。だから、いいよ、亀。もし、君も困った亀を見つけたら、その亀を助けてあげるのが僕に対する恩返しだから。
あ、元気だよ。もっと配信やってもらいたい。アイテムをバンバンください。やればやるほど稼げるようになったら、どんどんやります。70号さん、ぜひご支援お願いします。で、映画も作りたいね。老けたね、もう32だからな。おっさんだよね。そろそろまたガスとか電気とか水道とかネットとか止まるね。支払いだね。ボディービルやんないよ。興味ない。風船ありがとう。頑張るよ。ありがとう。文鳥がかわいそうとか鳥がかわいそうとか知りません。はい。見なきゃいいんじゃないですか。支払いしないとね。ああ、ドレさんね。ドレさん怒りっぽいよね。はい、こんばんは。バーガープレゼントありがとう。ありがとう。自分でやってるね。赤く染めるのは全部いつも自分。綺麗に染まってるでしょ。ありがとう、18号さん。花火ありがとう。ありがとうございます。いやー、老けてるね。昔から、ガキの頃から老けてたから、もう慣れてるかな。そうだね、イベント続きだね。体に気をつけるよ。アイテム飛ばなくなったね。金杯助けろ。おお、なんかあったの、金杯さん。白髪いっぱいあるよ。あるよ。32だったら白髪生えるよ。デュアルモニターだね、俺は。ただ、メインのモニターがでかいから、そのモニターだけ使ってる感じだね。はい、頑張るよ。ありがとう、18号さん。おやすみ。いや、ドレさんはね、すごい可愛らしいところあるんだよね。格闘技と映画以外ね、何にも分かってないんだよ。パソコンのセッティングも全部やってあげたし。はいはい、久しぶり。楽しんでって。いやー、すごいよ。アイテム欲しいね。ドレスさん、手先が不器用じゃなくて、格闘技以外のことはもう、沼なんだよ。本当に。で、本人が沼なのがバレるのが、プライド高いから、もっとそういう不器用なところ出しなよって。俺プライベートで付き合ってるから知ってるんだよ。本当に格闘技以外沼なの、あの人。結構な沼なのね。沼、池沼、ね。で、沼なのバレてないんだよ。最近バレてきたよね。ドレさんが沼なのが。なんか面白かったらしいな。俺見てないんだけど。ふわっちのモニター見てる？あ、いや、キャプチャーしてるときは見てるよ。こんばんは。そうだよ。だから、バレるよっつったの。携帯電話とパソコンの画質、ねえ、バレるよって言ったんだけど、いや、バレたら花火飛ばねえじゃんとか言ってたよ。意味がわかんないわっつって。バレたら花火飛ばねえだろうとか言って、いや、バレるからっつって。で、100%予言しておくからバレるよって言ったんだけど、ええー、とか言ってて。じゃあいいわ、とか言って。沼なんだ。バレるに決まってんじゃん。一枠目で速攻画質がいいパソコン買ったんですかって言われそう。明日仕事なんだ。おやすみ。ふわっち、いろいろやばい。今日いっぱいアイテム飛んでる？あ、ドレさん？よかったじゃん。俺なんか今日収入3000円だからきついよ。あとね、今1000円飛んでるから、あと4000円だから、あと6000円ぐらい稼ぎてえな。何不正って。
そう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 、59号さん正解。プライド高いの。 そこが面白いんだけどね。ドレさん100個ぐらいネタあるよ、話すなって言われてるの。すげえ面白い、あの人。ワドさんが3000円とか、いや、ザラだよ。今月ね、何回あったかな。いや、みんなね、俺が稼いでると思ってるけど、ほんとギリギリだよ。ちょっと待って。日報出すから。今日3000円でしょ、収入。で、0円の日、50円の日、7000円の日、5000円の日、3000円の日だから、赤字が1回、2回、3回、4回、5回、6回目か。今月の赤字6回目で、1回目が3000円、5000円、7000円、50円、0円。で、今回3000円。だから結構大変だよ。毎日、何十、ね、10時間ぐらいやってこれだからね。だから苦しい時、ほんと苦しいよ。今日の目標とか出すと、なんか嫌なんだって、リスナーさんが。フラットに楽しめないって怒られるんだよね。本当は出したいんだけどね。岡山の時に飛んでたって、だからその後全然飛んでないから。だから飛ぶ時は飛ぶけど、安定してやっぱ稼げないと辛いよ。ドレさんはほら格闘技っていうか、ほら分かりやすい世界が好きなんでしょ。いや、ドレさん格闘技ハマるの分かるよ。シンプルじゃん、あの世界って。強いか弱いかだけだから。なんか権威主義でしょ。その再現性は検証してんの。俺日報書いてんの、毎日。だからフォロワーが何人増えた、何時間枠やった、花火が何発飛んだとか全部メモってんの。トゥクトゥクメーターみたいなやつはやらないかな。俺は喋りに対して対価が欲しいだけだから。企画とか、なんかクラウドファンディングとかみたいなことはあんまり放送でやりたくない。気が向いたらやるけど。今まで一番稼いだ日はね、100発超えってやつがあるの。花火100発超えると5万超えるんだけど、それが人生で3回あるね。で、その中の1個がこの前の岡山の時の花火対決の時だった。あれくらい飛んだのは、ふわっちやって3回しかない。花火100発超えるとかね、一枠で5万超えるわけだから相当ありがたいよね。ああ、懐かしいね。低燃費ね。ああ、そうだよね。親戚のおせっかいおじさんだよね。年に1回正月の時に会って説教してくれる人ね。ああ、厳しい厳しい。全然。まあ、花火はね、高いからね、お金に相当余裕ある人じゃないと買えないよ。風船とかバーガーとかパフェとかもだいぶ助かるよ。塵も積もれば山となるってやつだよ。花火は一発1000円だからね。お金持ちしか無理だよ。あ、そういうことそういうこと。リスナーさんのアイテム投げる人、ほんの一握りの2割もいないよ。1割ぐらいの投げる人が、支えてるっていう感じ。ありがとう、ハートありがとう。食いっぱぐれないなんて、そんな恐ろしいこと言えないよ。いつも、俺はいつダメになるかわからないから、なんていうの、そう、自分のトークとか磨いたりとかさ。ありがとう、ありがとう。頑張ってとかじゃないよ。気持ちを投げて。無理しないで。毎月400発以上もらえない最低限の生活。500円。え？ 500 円。あー、400発で20万か。あー、そうかそうか。そうだね。花火400発で20万だから。まあ、ね、バイトするのと同じぐらいの金額っていうのは花火400発だね。毎月。それくらいだね。そう考えるとハードル高いの分かるでしょ？大変だよね。はい、ワード2、ハートありがとう。
何も求めてない見返りよ。ありがとう。配信で返すよ。ありがとう。余裕があるときでいいよ。大丈夫。お金持ちで支えてくれる人がいっぱいいるから。ただでも、なんだろう、そこにあぐらかいたらダメだと思ってて。やっぱりなんか面白かったっていう時は風船5個とか10個とかさ。まあ今日、暇つぶせたよっていう気持ちは欲しいけどね。予算だって人気者だもん。あの人面白いじゃん。予算普通に面白いよ。いや、俺はね、1日25発はやっぱ欲しいよ。それってやっぱり、そう、ね、配信外でやることもいっぱいあるんだよ。ああ、いや、面白いかどうかじゃなくて、あれって映像をアニメに変えてるでしょ。で、音楽かけてさ、ああってこういうさ、低い声がいいんだろうって、なんとかだろうってやってるでしょ。これ、この辺で喋ってるんだけど、これって、女の人の子宮に響くって言われてんの。なんだよお前、寝れないのかよ、とかやるじゃん。これはだから簡単に言うと、女の人がオナニーするための、あれなんだよ、放送なの。だからターゲット、絶対顔見せないじゃん。オナニー放送な、あれは。だから、そういうテクニックを使って、面白いとか面白くないとかじゃない。あ、何年も前からファン。でも俺、7号さんが誰か分かる術がないからね。コテハンないからね。スカイプで凸させろってなんて、スカイプやってないけど。いらないかな。スカイプやってないっすね。コラボで上がればいいじゃん。スカイプである必要性が分かんないかな。フワッチ見れてるってことはコラボ上がれるわけだから。そう。あとね、低い声が出るっていうのはマイクが近いって今分かったでしょ。これ簡単に言うと耳元でささやかれてるっていうその錯覚があるんだよ。これって耳元でささやいてるように聞こえるでしょ。こうやってそばにいる感じを出してるんだよ。これをこうやってやってるだけ。そう、アニメで。ボエ、はずいです。キモいって言っても、だってそうやってやってんじゃん。そういう人が花火爆上がりしてるよって言ってるだけだよ。いや、ただそれだけだよ。そういう放送じゃん。1日3万稼げたら万々歳かな。もうすげえテンション上がるっていうの。だから3万上がるとすげえ気分いいの。すげえ寝つきいいの。だから毎日3万円上がるようにしたら俺の価値だと思ってる。3万5千円なんてもう結構、のんちゃんってハイタッチするぐらいの。俺頑張ったよみたいな。まあ、1万2500円ぐらい稼げたら結構安心って感じだけど。3万上がった日は結構テンション高いね、俺。漆黒の騎士、シャイニーでしょ。ワドインじゃなくて、俺はちゃんとキャラクターあるから。漆黒の騎士、シャイニーっていう。最近やってないね。シャイニー出てきてないね、最近。いや、どうなんだろうね。予算は予算で続くかどうかっていうか、あそこは、なんだろう。わかんないよ、人のことは。だってもう、関係性ができてるじゃん。母体も多いじゃん。ふわふわのワッフル。
ワドくんね、曜日別出そうと思えばエクセル管理してるから出してるけど、傾向あるよ。見てみようか、曜日別、先月で見てみようか。3月、日曜日はことごとく敗退してる。先月のデータでいうと日曜日が全部赤字で、月頭の平日に上がりやすいっていうのと、月頭なぜか暑いんだよね。で後半赤字になる傾向があるから今月はやばいね。日曜日がもう最悪な曜日なの。あ、今回も日曜日だ。あ、すごいすごい。今月も日曜日全部敗退してる俺。要は日曜日は俺負ける、赤字になってる全部。これすごいな。データってやっぱ大事だな。っていうことは日曜日休むべきなんだよな。あとね、水曜日が弱いかな。いや、他の曜日はほとんどそうでもないんだけど、日曜日は全部赤字だわ。あ、日曜日休みにしようかな。すごいな。データって面白いよな。わかんない。なんでかはわかんないけど、100%。もう3月と4月の日曜日全部赤字。これすごいな。日曜日のリスナーは、あ、わかった。中学生が多い、小学生が多い、高校生が多い、ガキが多いから俺が怒鳴ってる。だから花火師さんが気分が上がらないだ。うん。ありがとう、75さん。花火ありがとう。ありがとうございます。誰だろう。日曜日ダメなんだね。休みにしようかな。あー、この人か。ありがとう。日付変わったから、今日は月曜日営業日だから、今日は、月曜日。月曜日は比較的上がってるね。ていうか、月曜日勝ってるね。月曜日はとんでもなく上がってる。なんだろうね。データで見ると面白いよね。あ、月曜日すごいね。だから今日はもしかしたら爆投げされるかもしんないね。なんでなんだろう。いや、日曜日ね。いや、だってさ、10時間配信して3000円しか稼げないんだったら休むべきだと思わない？月始めは給料日だね。完全に。25日超えた月末あたりから月頭まではすごい上がるの。うん、データって面白いよ。あと、企画を打ってる日は花火が少ない。だから企画は俺向いてないの。普段花火上がるのは雑談放送だけ。企画をやると必ず外すから赤字になるんだよね。金かけて、閲覧がぶっぱねても花火は上がらないから、家でダラダラやってる方が需要があるってことだね。今日は月曜日カウント。今はこの枠は月曜日カウント。アクティブなのは結構なんだけど、やっぱ飯が食えるか食えないかっていうのは結構心のゆとりはでかいから、やっぱりね、稼げない放送ってあんまり良くないと思ってて俺は。それってやっぱりそのなんだろう、評価されてないっていうのとイコールだから。俺は狐の方が花火上がるってわけじゃないんだよね。それも一概に言えない。いや、もうね、単純に言うと、これ1年半配信で飯食えてるけど、これ結論なんだけど、はっきり言って、うん、
最終的には運だね。要は花火を投げる人が現れるか現れないかだけの話だね、簡単に言ったら。いや多分ね、データを取ってる生主って俺だけだと思う。配信会で日報つけててフォロワーの推移、放送時間とか研究してるの多分俺以外に見たことない。他でやってるっていうの聞かなくて、配信者が俺が日報を見るとびっくりすんの。なんでデータ取ってんのって。だからもう何ヶ月取ってるかな。最終的なデータっつうのはね、2017年の4月から取ってるね。花火データではないよ。花火データではない。てか2月すごいな、赤字がほとんどない。4日間以外全部黒だ。すげえな。2月半端じゃないな。あーひど。で1月はもうほんと真っ赤っかだね。なんだろう、2月なんでこんな良くなったんだろう。いやもう運でしょこれ。あのね、売り上げ上がらないんだったら意味なくないって言うけど、企業とか上場企業でデータ取らないところってないので、売り上げが上がるから取るわけじゃなくて、データが下がった時とか上がってる時の過去の分析。要は今言った日曜日が上がってないっていうのは、日曜日にやる意味がないっていうことが分かんの。分かる。要はデータの面白いところってどこで休むべきなのかと、どこで勝負すべきなのか、朝やってるのか夜やってるのかとかデータが取れる。要は今後のなんつうんだろうな、指針っていうの、今後の方針みたいのを決めるのに役立つ。簡単に言うとさ、あのなんで自分がダメなのって言った時に感想で物事を言うやついるじゃん。僕は喋りが下手だから営業数字取れないかなとかさ、それってやっぱダメなやつの特徴で、なんでお前今日売り上げ悪かったのって言った時に、日曜日だからですね。え、どういうことってなるじゃん。で、日曜日なんで悪いのって言ったら、過去3年間のデータで日曜日売り上げ悪いんですよって言ったら、そいつできるやつなんだよ絶対。得意のコンサルできる。コンサルっていうか、自分のデータを取って自分がどういう風に活動すべきかっていうのをグラフ化してるだけだよ。ハートありがとう。そう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 。要は面白いことやったら稼げるってわけじゃないんだよ。結構ね、こういうダラダラした放送の方が花火上がったりするから、わかんないもんだよ。企画に参加したりとか、企画に出るのが意味がないっていうことがよくわかる。配信で金稼ぎたいだけの。自分はプレイヤーだから。